はい、こんにちは、松岡です。今日もね、プラレール買ってきました。今回は実はこちらでございます。 E233 系の京浜東北線ですね。先頭車と中間車しか入ってなかったんですが、買ってきました。割と状態は良さそうな感じ。早速開封してみましょう。こちらでございます。まずは先頭車、ゴムタイヤの劣化はないようですが、なんか割とホコリが溜まってるって感じですね。電池の液漏れはございません。はい、電池を入れました。動きますね。こちらはちょっと分解して綺麗にしたいと思います。で、中間車でございます。メイドインベトナムですね。特にすごく損傷しているところとかはないので、いずれね、京浜東北線 E233 系もフル編成にしてみたいと思います。ということで、今回はこれで以上でございます。